球もいよいよ佳境を迎えています。混戦の行方を占う伝統の一戦は行き詰まる死闘となりました。阪神10年ぶりの優勝は宿敵を倒してこそ。先発を託されたのは若きエース阪神藤浪。1点リードの4回ピンチの場面、ここは力でねじ伏せますが、まさかの送球ミス、自らのエラーで同点とされてしまいます。さらに7回エースと4番の対決、勝ち越しを許す痛恨の一発、エースが打たれ甲子園に重い空気が流れます。しかしその裏、阪神打線は苦手の巨人選抜マイクラスからチャンスをつかむと、不振で5番降格のゴメス、これで1点差とすると、伊藤隼太が同点となる犠牲フライを放ち巨人に食らいつきます。その後両者譲らず試合は延長11回、勝負を決めるか虎が誇る安打製造機マートン、今シーズン8度目となるサヨナラ勝ちでシーズン山場となる伝統の一戦をものにしました。今6年目優勝なし、 This year 頑張りましょう。野球はやっぱり9回ツーアウトから、1点ビハインドの広島は代打国保、代打成功率3割超えの切り札が同点タイムリー。しかし延長11回、4人目大瀬良が満塁の大ピンチ、なんとかしのいだ。引き分けに持ち込み巨人との差を縮めた広島、クライマックス進出は諦めません。ソフトバンク柳田悠岐、1年で3割30本30盗塁を同時に記録するトリプルスリーへまっしぐら。昨日30号を放ち残すは盗塁2つ、プロ野球80年でわずか8人しか達成していない偉業に挑む。カウントダウンに入ったパ・リーグ最強バッターの第1打席、フォアボールで出塁すると初球から仕掛けます。スタートをわざと遅らせるディレイドスチールで29個目の盗塁を狙いますが、ここはタッチアウト。それでも12球団最強打線は2回3連打で満塁とすると、続く今宮、これが首位の強さ、鮮やかな4連打で先制します。6回までに13点と打線が爆発する中、柳田の第5打席、今夜はヒットが出たものの盗塁はならず、柳田トリプルスリーへ足踏みも、チームは連覇へまた一歩前進。強すぎるソフトバンク、優勝マジックはいよいよ一桁の8となりました。こちらも日に日に高まる注目度、西武秋山シーズン200安打まであと4本。しかし大記録へのプレッシャーがバットをくぼらせたか、第3打席までらしくない凡退が続きます。ポイントゲッターが倒れると引きずられるように先発牧田も、3回オリックス打線に捕まり4点を失います。ならば秋山のヒットだけでも見たい、9回の最終打席、ファースト強襲、判定はエラー。秋山今シーズン2度目の2試合連続ノーヒットです。楽天松井裕樹が快挙、進化を続ける若き守護神は今夜も9回に登場。ランナーを背負いますが、ここぞの場面では渾身のストレート、そして最後は得意のチェンジアップで仕留め28セーブ目、オリックスの平井を超える高卒2年目のセーブ新記録を達成しました。では順位表です。セリーグ首位の阪神と2位ヤクルトの差は 1.5 ゲームに、ソフトバンクのマジックは8に